大陸。そこにはこの地上で最も繁栄した国家がある。富も名声もここには全てがあった。そしてその全てを手にする機会が平等に与えられている場所でもあった。ここに二人の男がいる。今でこそ両者の生き様には天地ほどの差がある。だがこの二人、同じ村で生まれ、同じ学校で学び、同じように育っていった。では一体何がこの二人の運命をかくも残酷に分けてしまったのか。それこそが国家特級学士試験。この国では学歴こそが人間の価値を決める。この国家特級学士試験に受かることは人生の成功を意味し、試験に落ちることは失敗を意味する。それゆえに大陸の子供たちは幼い頃より試験に受かるための英才教育を受ける。高価な教材、親は子供の将来のために金に糸目をつけず、子供たちはその親の期待に応えるのである。そうして生まれた圧倒的な頭脳を持った者はラーニング型、 L 型生徒と呼ばれた。だが皆が正規の方法で試験を受けているわけではなかった。試験に必要な数式が書かれた人工皮膚の厚さはわずか 0.2 ミリ。網膜投影装置を内蔵したコンタクトレンズはありとあらゆる言語を瞬時に翻訳する。これらの方法は当然法に触れる。しかしいかなる手段を用いても子供に試験を通過してほしいという親心。お前は最強の C 型生徒になるのだ。やめてよ父さん、普通に塾に行かせてよ。ほら、己の肉体をかけて試験に挑む者たち。彼らはチーティング型、 C 型生徒と呼ばれていた。そして彼らは持てる全てをこの日、国家特級学士試験に解き放つのだ。大陸の試験を甘く見てはいけない。千年以上昔、隋の時代に始まった官僚登用試験。科挙が生まれてからこの国はありとあらゆるカンニングと戦い続けてきたのだ。今のは違う、カンニングじゃない、何かの間違いだ。生半可な技術ではこの試験を生き残ることはできない。来年こそは受かってやるからな。もちろんあの男たちもこの過酷な試験を受けたのだ。一人は幼き頃より努力に努力を重ねて L 型生徒となっていった。そして
もう一人は心身を鍛え技術を磨き、恐るべき C 型生徒となっていた。 C 型にとって L 型のパートナーは必要不可欠な存在。 L 型の回答を移すことで初めて C 型は試験を通過できるのだ。では L 型にとって C 型はどういう存在なのか。試験に受かる人間は少なければ少ないほど良い。自分たち以外全てのものを落とそうと考える C 型も。C 型は L 型を守り、 L 型は C 型に回答を教える。両者の関係はまさに水と魚だ。お互い欠くことができないのだ。いかなる敵に囲まれようと、いかなる天変地異が起きようとも、たとえ全てを失ったとしても彼らが試験に背中を向けることはないのだ。力と知恵、冷静な判断力、それらを併せ持つ者だけがこの試験を通過し、全てを手にすることができるのだ。ありがとう。これこそが大陸の試験。そしてこの試験に今一組の少年と少女が挑もうとしていた。少年の名は諸葛無名、少女の名は王光威。二人は無実の罪で投獄された無名の父を救うためこの試験に挑むのだった。後の世に伝説の世代と言われる生徒たちの熱く長い試験の幕が今切って落とされる。チャンス。
噂に聞く諸葛戦術。ほう。かの天才軍師諸葛孔明が編み出したとされる戦術。こんなところでお目にかかるとはね。赤外線センサーによるトラップか。思ったより幼稚だな。ふん、これが国家特級学士試験ってやつか。次はこちらから行かせてもらうぜ。流派諸葛戦術神羅万象。神羅万象、髪を切り裂いてあらゆるものを作り出す流派諸葛戦術の基本技の一つである。所詮は機械仕掛け。こうちゃん、できてるよな。当然、すべて回答済み。悪いね。俺の恋人はいささか気が強くてな。なるほどな。敵はこっち側にもいるってわけか。そういうこと。お前たちだけ合格させるわけにはいかないんです。上等だよ。おじゃ、どいつもこいつも万国びっくりしようかよ。この学校は見せてやるぜ、諸葛戦術の真髄をな。こいつらの毒はきついぜ。お前もな。よし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 、お板が過ぎたようじゃな。ひよっこども、ここから先は貴様らの好きにはさせぬ。これは。これぞ秘術、ジャガンケイバク。ジャガンケイバク、まさに蛇に睨まれたカエルのごとく、特殊な眼力によって相手の自由を奪う秘術である。体が動かない。ひよっひよっひよっひよ、どうした。そろそろ試験終了の時間じゃぞ。無駄じゃ無駄じゃ、そんなものでこのわしが倒せると思ったか。ダメだ、強すぎる。
ヒュッヒュッヒュッ、たまらんの。若者の未来を摘み取るこの瞬間は。ちくしょう、俺の毒虫が一匹でもあいつに届きさえすれば。ったく、ただのしょぼくれたじいさんかと思ってたら、とんだ変態じじいだな。おお、風も操れるのか。だったらこれならどうだよ。やった。無駄じゃと言うとおろうが、この教室はわしの庭のようなもの。どんな罠が仕掛けてあるかは知り尽くしておるわ。まだまだ。だから無駄じゃと言っておろうが。そんな、諸葛戦術でもかなわないなんて。終了時間5分前、万事休すじゃな。かかった。うっ、なんじゃ。ん、毒虫が一匹でもあいつに届けばよかったんだよな。ああ。どっか、味な真似を。これでもあの妙な金縛りの術は使えないだろう。だがもう残り時間は1分もない。回答を書く時間はあるまい。うつけな、1分もあれば造作もないわ。その干からびた眼で解くと見ておけ。流派諸葛戦術、中等断水。中等断水、どんな薄い紙でもスライスすることができる超精密な技である。よっ、試験終了。諸葛戦術に解ける問いなし。うわあ。かくして諸葛無名の臨戦学園における初の試験は終わった。うん、これで晴れて俺もこの学校の生徒ってわけだ。浮かれるの知れ者がまだ入学したというだけだ。これで終わりではないぞ。相変わらず辛辣だね。わかってるよ、こうちゃん。俺はこの学校をトップの成績で卒業して絶対に特級学士になってみせる。そう、特級学士になれば国家によって社会的な地位が保障され、国外渡航を含む様々な権利を行使できる。無実の罪で捕まっている父さんを助け出すこともできる。それが我らの目的。夢忘れるな。ああ、その日まで俺は立ち止まらない。脇目も振らず突き進んでやるぜ。ん？おお！毒にまみれた豚め。ハクちゃん、見れば見るほど可愛いぜ。先生、最近ちょっと冷え性って言うんですか。足の先が冷たくてなかなか眠れなかったりするんですよ。というわけでこちら。げー、なんだここは。違う、あれは1万年の眠気から目覚めたマンモス教官だ。そうそうそうせー、ぬくぬくと育ってきた貴様らの根性叩き直してやる。制限時間ここへ来るまで。では試験開始もせ。寒さごときで俺を縛れると思うな。行け、我が恋人よ。メアリー、メア。モスモス、 C 型のクズども、効率家がお似合いモス。ゲスどもがやかましい。
面白い生物ダムだぜ。何だモス、この程度じゃ本物の才能は揺るがねえ。流派諸葛天術。あったけー。ったく、ここの試験場考えてるやつってのは頭がおかしいんじゃねえのか。あの程度でもう泣き元か。我らの目的忘れたわけではあるまいな。特級学士になって親父の無念を晴らす。わかってるさ。あのさっきのテスト大変でしたよね。あ、同じクラスの無名です。諸葛の無名。こっちはいとこのこうちゃん。無名さんにこうさん。ふん、クソ虫と同列で語られるなど不快な。お二人はとっても仲良しさんなんですのね。え、羨ましいですの。私この学園でまだ知り合いの方とか全然いなくて。いや、こうちゃんは本当にただのいとこで、それ以上でも以下でもないただのパートナーってか。正確には人間様とそれにたかるダニだ。分かってますの。互いに結びつき離れられない関係ですのね。でもきっと家同士の問題などで公にはできない。え、こうさん、今度ゆっくりお話聞かせてくださいね。勉強のしすぎで脳が湧いたか。そうだ。それよりさっきのテスト、ハクさんも満点でしたよね。すごい。そんな、このペンのおかげです。ペン？お守りなんですな。羨ましい。僕にもあなたを守らせてほしい。お前のどこからそんなおぞましいセリフが湧いてくるんだ。足の裏か。やっぱり仲がいいんですのね。よう、お前らここをいいか。やばし。どうしたんですの。気にするな。少々虫の居所が悪かったのでな。虫って、こうちゃん、もしかしてうまいこと言ったつもりか。てめえ。おふくろより、あんたをメアリーと。お主が。お友達の方、大丈夫ですの？友達でもないし、虫の世界のことはよくわかりませんが、あれが彼らなりの愛情表現なんだと思います。お前も同類だ、クソ虫。一年一組の竜博、至急生徒指導室へ出頭すべし。繰り返す。先ほど私、何でしょう。とりあえず、行ってくるですな。生徒指導室ってのは？おそらくは不正がバレたのね。ま、この学校じゃよくあることよ。彼女も C 型だったのか。仕方あるまい。よくて校外追放処分。やばさ！そんなことさせるか！そんなわけない。ハクちゃんに限ってそんなわけ。青春真っ盛りね。彼氏放っといていいね。ただの保護者だ。そんなわけあるもすか、この C 型が。違いますの。私 C 型なんかじゃありません。そうです、私の生徒に限ってそんなことしません。何か証拠でもあるんですか。ほう、ではそのペンを貸すもす。ではこれは何だもす。録画した試験の様子をチェックして、お前の不審な動きに気づいたのさ。きっと何か仕掛けがあるのさ。それは仕方ないのさ。壊して確かめるのさ。やめてくださいの。横暴です。そこまでする権利はあなたにはないはず。うわぁ、リュウハ諸葛戦術神羅万象。誰もせ、俺は諸葛無名、その子の無実を知る男だ。またお前も。後ろの席だったからよくわかる。その子は一切の不正行為を行っていない。ただ真摯に試験と向き合っていただけだ。ハクちゃんは孫うことなきエル型だ。俺と同じな。この口先だような
いいモス、そこまで言うのなら今この場で再試験を受けてもらうモス、その際存分に示したいモス。ただしもし満点取れなかった場合、お前らまとめて退学処分だモス。そんな横暴な。そうですの、私はともかくその方は無関係です。そんな悲しいこと言わないでくれよ、同じクラスメイトだろ。でも大丈夫、俺は君を信じてる。こうちゃんもその気持ちは同じだ。まあ見せてやれよ俺たちエル型の才能ってやつをさ。わかりました、やらせていただきますの。おや、ずいぶんと苦労してるんですね。やはりこのペンがなくては無理もす。そんなはずは、あれはただのお守りだって。あの問題、先ほどとは別物だな。何？おそらく五等級は高度な設問になっている。な、小学校と高校入試ぐらいの差があるじゃねえか、てめえ。へえ、当然モス、同じ問題では答えを丸暗記しておけばよくなってしまうモス。そうかよ、なら俺は俺のやり方で応援させてもらうぜ。この点を取り戻して万全の状態でテストを受けさせる。モス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 、かかってくるモス。今度こそとどめを刺してやるぜ。一万年の眠りより目覚めし、我が太古の牙を喰らうモス。アルティメットビッグダンス。試験終了、そこまで。な、ハクちゃんすまない、間に合わなかった。え、どうしたんですのその怪我。気にしないで、それより遅くなっちゃったけど、これ私の。ありがとう、無名さん。どうやら時間切れだったモスね。さあ答案を見せるモス。10点モス、15点モス、ブハハハハモス。さあ俺がこんな雑魚もっと早く倒せていれば。よくできました。え、よくできました、ハクさん、満点です。ありがとうございました。そんなバカなモス。私の教師生命にかけて一切の不正はありませんでしたよ、マンモス先生。すごい、あの難問を自力で。なかなかやる。すまんモス。いえ、私も疑われるようなことをしたのがいけないのです。私のお父様とお母様、お守りですが。こうちゃん、俺も自分のペンが欲しくなったよ。これからの戦いを生き抜くために。そうか、ようやくお前も本気に。せっかくだからハクちゃんとお揃いの探してくるぜ。なんかこう運命感じちゃうペアルック的な、あれどこで売ってんのかな。お前の名は今日から。昔からバカと煙は高いところが好きって言うけど、してその心は。お調子者は目立ちたがって高いところにとかく登るってことなんだけど、じゃあ果たして煙は目立ちたがり屋なのかっていうと、これどうなの。じゃあ今日も行ってら。間もなく離陸いたします。シートベルトの着用をお願いいたします。先生、問題用紙は。メガネをおかけください。試験開始。なお、これより先の電子機器のご使用はご遠慮ください。ベイルアウト。なんで止まった。俺もくそ。ベイルアウト、ベイルアウト、ベイルアウト。乱気流に突入いたしました。この先強い揺れが予想されますが、気候に全く支障はありません。くそ、流派諸葛戦術、風林火山。いかなる風をも制し無風状態を作り出す流派諸葛戦術の秘術の一手である。
一時はどうなることかと思って。ないわ、絶対にない。さっきの誤作動っつうことで試験が合格になったんだろ。オーケーじゃん。なことはどうだっていいんだよ。せっかくの CA 教官全然楽しめなかったじゃねえか。あのミニスカもあのピンヒールも、くそー。ねえ、ねえ、コイちゃん、ここ空いてるよ。貴様、そのゴミ箱のような口で我が名を呼ぶの。いただきました。ムメイさん。ハクちゃん。ムメイさん、コウさん、こら、気安く話しかけてくんな。俺は身も心もコウイちゃんに捧げてんだぞ、この目線。いやハクちゃん、なんか用？ムメイさん、この前は本当にありがとうございました。カンニングの疑いを晴らしていただき助かりましたわ。松代までの恥となるところでした。あ、まあ、いや、それでと言っては何なのですが、ぜひお礼をさせていただきたく。いや、お礼なんていいし。ん？ペンか。確かにこのペン一本持っててもいいか。いや、むしろ俺がペンになりてはどうしました？あ、いや、僕もペンになりたい。あ、違う、欲しいなって。あら、そうなんですか。ならば私が選んで差し上げましょうか。じゃあ今度の日曜は。ええ、いいですわ。こいつのこのデレよ。あの、コウさんもご一緒にいかが。私は。ああ、コウちゃんは勉強があるんだったよね。ね、さすがですわね。いいか、これだけは覚えておけ。はい。この私の目の黒いうち。じゃあ日曜ね。はい。いってて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 。勉強は。だった。だから試験に必要だろ、ペン。勉強ならこの俺が一緒に。貴様、それ以上言葉を吐くなら空気を吸うことを許さん。はい。早く来ねえかな、日曜。あそこですわ。へえ。おい、ここはどう見てもカフェだろう。そっか。コウちゃん。あら、大丈夫ですか。ああ、悪い。さあ、参りましょう。で、ここでペン売ってんの。ええ、このカフェの奥です。いらっしゃいませ。君は。え？君の名前は。私は。お前じゃない、君だ。諸葛無名だけど。あの、この方がペンを買い求めたいとおっしゃっていますの。承知した。ではこちらへ入れ。ここからは二人だけにしてもらおう。え？はい。じゃあカフェで待っていますわね。ああ。前に来た時こんなお店だったかしら。うさんくさいにも程がある。え、今コウさんの声がしたような。さて、俺はシュウ、シュウリンだ。記憶ではなくその胸に刻め。はあ。それで貴様は新たなるペンを求めているのだな。はあ。今までいかなるペンを使っていた。どんなって、その大したペンじゃなくて、その辺のコンビニで売ってるようなやつで。貴様、ペンに思い入れがないようだな。な、あの、
これやめてもらっていいっすか。やめる？何を。ここにある、その辺にあるものと一緒にしてもらっては困る。ペンに思い入れがないものにはペンを売らない。いや、思い入れはある。では聞こう、一体どんな思い入れがあるというのさあ言ってみろ。いや、単純に欲しいペンがあるだけっす。どんなペンだ。それはその、むしろ俺がそのペンになりたいっていうか。つまり貴様はペンと一心同体になりたいというのだ。ちょっと違うけど、まあそんなとこっす。よし、ついてこい。一心同体。さあ始めよう。何を。愚問だな。貴様の運命のペンを選ぶんだ。この綺麗な指と赤い糸で結ばれている運命のペンは。これが貴様のペンだ。こやつ、まさか。これは特殊な加工を施した芯で、この特殊メガネを使用する者だけが文字を読むことができる。どうだ。なぜ俺が C 型だと。匂いだな。つうことはお前もか。ああ。ふん、面白え。なぜ、僕がそう、だと。匂いだな。つうことは、お前もか。木は腐った。いや、熟した。ふん、こんなんじゃねえな。この高性能ペンに満足しないだと。そうか。ならば。ならば、これはどうだ。まずはこのペンで L 型生徒が書いた文字を電子化して送信。こちらのペンで受けて、そのまま文字として書き出す。かなりハイスペックな代物だぞ。ちげえな。こいつ、どこまで欲しがるつもりだ。だがそこは嫌いじゃない。あ、これこれ、これだぜ。本当にそれでいいのか。うん。ハクちゃん、お待たせ。いいものが買えましたか。うん、これ見てよ。あら、私と同じペンですね。え、そうだっけか。やり。貴様、とぼけおって。お、こうちゃんの服素敵じゃねえの。ついに運命の歯車が噛み合う時が来たか。貴様とペン、そして俺、禁断のシンクの絹糸が今絡み合う。混沌が支配するこの出会いがいかなる出来事を生み出すのか。楽しみだぞ。諸葛無名。ものは受験を制するなんて言うけど、せっかくの夏休みに部屋にこもってお勉強ってのも残念よね。そこで今日はプールの日ということにします。やったやった、さすが王先生。嬉しいサプライズだね。いや、貴様らもう準備万端で水着まで着ているではないか。まあでも、もちろん試験はするんですけどね。超巨大プールです。本日の試験会場はそこです。
だけにプールを改造したの？毎度毎度よくやるわね。俗物どもの考えることは分からん。海ために見るな、頼む、潰すぞ。ハクちゃんとお揃いのこのペンさえあれば誰にも負ける気がしねえ。ねえハクちゃん、よっしゃ、コウちゃん、こんな試験さっさと終わらせようぜ。ゲームスタートだ。私に指図するな、ムーノ。ただ海の上ってだけでこれまでの試験会場に比べれば楽勝じゃないか。試験官も近くにいないし、カンニングし放題だぜ。なんだ、貴様、サメ？よく来たな、人間ども。アハなる海を捨て、地べたを這いずる醜い進化を選んだ愚鈍なる一族よ。そう、今回の試験官は電子頭脳で知能を強化されたサメ試験官なのだ。にひな、そう、サメ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 、この私の目の黒いうちは不正など絶対に許さんぞ。行け、我が眷属たちよ。で試験官が試験の邪魔してんだよ。邪魔ではない、貴様らよからぬ道具を隠し持ってないか調べているだけだ。ほれ貴様も、貴様も。貴様らはどうだ。ハクちゃん、コウちゃん、やつがいるようだな。さらば、これならどうだ。技術高画設定。何、高画旋風、その巨体で激しい大渦を巻き起こし、それによって仲間のサメを周囲に弾き飛ばすサメ試験官の恐るべき技術である。あらあら、ハクちゃん、そう、まだ回るですの。ユーハ、諸葛戦術、神羅万象。データ照合完了。貴様が諸葛無名か。なかなか面白い技を使うようだな。ふざけんなサメ野郎、あの二人はどう見たって L 型だろうが。サメサメサメ、疑わしきは罰せよ。貴様ら人間が作った言葉ではないか。僕らは何もしてないのに。ひでえ、こんなのが試験だって言うのかよ。試験だと？貴様ら人間どもか、この地球上に存在することの是非をこの我が裁いてやろうというのだ。不合格の場合は貴様らだけではない、地球上に住まう生物すべてを我らサメ一族の支配下に置いてやろう。バ
ずいですな。電子頭脳が暴走したようです。あらま、みんな大丈夫かしら。今日から地上は我らサメ一族のもの。滅びよ、劣等なる陸上生物ども。させるかよ。仕方ない、力を貸してやるぜ。お前を倒すのはこの俺だからな。サメ、陸上生物風情がなかなか粘るではないか。どうだ、サメザメと泣いて反省するなら愛玩動物として飼ってやらんでもないぞ。うるせえサメ子、てめえの方こそフカヒレスープにしてやんよ。ハクちゃん、君とお揃いのこのペンに誓って俺は必ずこいつを倒す。流派諸葛戦術奥義疾風怒涛。疾風怒涛、その名の通り自らの体を高速回転させることにより激しい波風を起こす流派諸葛戦術の奥義の一つである。サメ、こいつは バカな陸上生物ごときに飛躍も、そんな力が分析不能。認めん、こんな不条理な諸葛無名。貴様は見ていてくれ、ハクちゃん、これが俺たちの愛のパワーだ。あらあら、狂乱怒涛、うえっ、戦術に解ける問いなし。貴様が解いたわけではないがな。やるわね、彼。そうでなくては面白くない。いいぞ、諸葛無名。やはり俺の胸の琴糸を震わすのは貴様だったようだな。全ては終わった。ですか？そうですわね。なんだよ、そのことか。みんな大騒ぎしすぎなんだよ。ああ、メアリー？ここじゃよくある話だろ。弱えやつが。そうね。例えるなら剣と鞘。
かしら。水と魚でもいいんだけどね。剣と鞘なの。だって本人がそう言ったんですもの。陰と陽の交わりと等しく、天地開闢より決まっていたことだ。俗な言い方をすれば、あれは運命だったのだ。先生としてはですね、今回の件は重く受け止めていまして。はい、そうです。でもうちの学校って生徒の自主性を重んじてますから。嘘だろ、信じらんねえよ。だからよ、俺は成績はコウさんとムメンさんが一番です。きっと毎日勉強していますのね。彼がエル型？そうね、そういうことにしておきましょうか。うまくいっていた。いや、うまくいきすぎていた。今から思えばな。やれやれ、面倒事は勘弁してくれ。今日はスーパーの特売日なんだよ。とか言って結局は巻き込まれるんだから。ああ、付き合わされるこっちの身にもなってよね。誰も頼んでないだろ。なんですって？これ倒れた。え、そんなことも聞くの？そうね、3回よ。17回ですわ。増長し、傲慢し、慢心し、退屈していたのだよ、私は。そして刺激を求めた。諸葛戦術？あんなカビ臭い技なんて大したことねえや。だからカメラ直せよ。あと俺の名前はジュンって。流派諸葛戦術、風を操り髪を刃に変える秘術だったかしら。知ってるわ、入学してから何度も見たもの。でもあれって、諸葛戦術？何ですのそれ。危険な男と知りながら私は傍観した。いや、それを楽しんでさえいた。故に悲劇が起きたのは必然だった。Thank you.
仲は良かったと思います。よく一緒にいるのを見かけましたから。そう言われますと、そうですわね。ナイーブなのよ、彼って。わかった。ああ、もうこのままでいいから、俺が映りに行く。私は別にあの人のことは。結構有名よ、その筋ならね。どうだ、映ったか。なんだよ。こうなったら決闘よ。でしたらあの人に聞いてみてはいかが。どうしても知りたいのね。映ってる。ええ、あの人ですわ。この前転校されてきたばかりの。そう、彼はシュウ・リンウよ。諸葛無名、知らないな。天よ、笑え我が愚かしさを。教師なんてやってるとね、だんだん自分がすり減ってっちゃうものなのよ。だいたいいつも誰かがトラブルを起こしてるわけでしょ。それを一つずつ話を聞いてやっと解決したと思ったら他の問題がいくつも起こってて、もう私だってたまにはすっきりしたいの。というわけでシートベルトの準備は OK？ え？じゃあ行ってみよう。現心拍数上昇、生体スキャン開始、チートツール装備を確認、イジェクト。待って、何かの間違いだ。俺はまだ何も。完璧な私に間違いなど存在しない。おい、なんでこうなるの。俺たち何もやってないのに。バルハラで会おうぜ。ねえ、本当に大丈夫なの。完璧な私に間違いなどあるはずが。ああ、やべ。
ただ一度の敗北でここまで落ちたか。こうちゃん、私はそのようなものではない。私はそう、ミステリアスレディー君。なんでもいいけど、とにかく俺はもうダメなんだ。それを決めるのはお前ではない。でも俺の力じゃあいつには。お前の夢はここで終わりか。でも俺の力じゃあいつには。諸葛戦術を信じろ。あの人がそうだったように。分かってる分かってるさ。でもそれでも怖いんだよ。また負けたら俺は。信じろ。私を信じろ、諸葛無名。ありがとう、こうちゃん。レディー K だ。それで一体どこへ連れて行こうってんだ、おーちゃん。私の名はフロアレディ K。 これから行く先は南方大宮監獄、通称プリズンランドだ。監獄、まさか。諸葛東明、お前の父親に会いに行く。ようこそ監獄島へ。諸葛無名と王行為じゃな。そうだ。ではこちらへ。そういや、なんでこうちゃんが親父の捕まってる場所を知ってたんだ。私の名前はマイフェアレディ K。 ただそれだけの存在だ。諸葛透明、そして諸葛無名、あの諸葛戦術の継承者じゃな。知っているのか。お前さんこそ知っとるのか、かの血塗られし諸葛戦術の歴史を。諸葛戦術とはかつて三国乱世の時代、蜀の軍師として名を馳せた諸葛亮孔明を始祖とする技よ。孔明はその知略に戦術を加えることで恐るべき技の数々を編み出した。そのあまりに無双すぎる技を使い、蜀の国は三国分立を勝ち取ったのじゃ。しかし強力すぎる力の後に残ったものは荒れ果てた大地じゃった。ところがここで終わらんのが諸葛戦術よ。孔明は深く反省し、今度は大地に実りをもたらすための技を研究したのじゃ。まあ結局のところいかように使うも人次第ということじゃな。ところでお前さんたちはあの試験の学校に通っておるのじゃろ。特級学士なんぞなって何をなさんとするのじゃ。俺は。まあええわい、この先でせいぜい命を落とさんようにな。ちょっと待て、普通に面会させてもらえるんじゃ。まそんなわけないよな。絶望に打ちひしがれた時、何度くじけようとそれでも膝を折らず前を向き立ち上がる強き麦のような心、人それを大いなる意志、大使と呼ぶ。誰だ。貴様に名乗る名などない。とは流下諸葛戦術継承者、諸葛無名だ。貴様の父親の命は私が預かっている。親父、返してほしくばこの私をうならせる究極の諸葛戦術を見せてみよう。てめえ、後で後悔するなよ。コーチも下がってて。私の名前はトップセールスレディ K。 負けることは許さんぞ。ああ、諸葛戦術に二度の敗北はない。流派諸葛戦術、神羅万象。一人前なのは鼻息だけか。くそ、まだまだ。流派諸葛戦術風林火山。流派諸葛戦術一騎当選。流派諸葛戦術総合落雷。
バカな。こんな諸葛戦術は出来損ないだ。食えたもんじゃない。かわいそうに本当の諸葛戦術を見たことがないようだな。岡星を読め。お前なんかに何がわかる。お笑いだ。超一流どころか三級品だよ。こんな諸葛戦術ありがたがってるようじゃ決闘で負けるのも当然。何？確かに技はそれなり、威力も効果も悪くない。だが肝心のお前自身が最低だ。俺だって秘伝書を必死に研究して。秘伝書なんかを鵜呑みにしてありがたがるな。うまいかまずいか自分の舌で判断したらどうなんだ。さてお前の能力はこれで全部か。まさかそんなちっぽけな諸葛戦術でおしまいとか言うんじゃないだろうな。くそ、俺はまた。ヌメイ。まだだ、まだ俺にはまだ残ってる。あとは勇気だけだ。は？そのボロボロな姿でそんなセリフが吐けるとはな。いいだろう、ついてこい。お前に本物の諸葛戦術がどんなものか教えてやる。誰がお前なんかに。一日だ。あの月が再び輝くまでに新たなる貴様の力を示してみせろ。でなければ父親だけでなくこの娘をいただくことになる。違う、私の名前はビタミン C だ。 K ですらない、ネタ切れかよ。塔の最上階で待つ。上がってこい若者よ。クソ、親父も父ちゃんも絶対に取り戻してみせる。違う、水曜日はレディースデー、続きは劇場で。そんな予定は。貴様誰だ。貴様に名乗る名などないわ。我は諸葛戦術を受け継ぎし者って言ってるじゃん。貴様の技は諸葛流であって諸葛流にあらず。今から貴様の目に本物の諸葛戦術を刻みつけてやろう。その真髄を知りたく、この塔の上まで上がってこい。この高い塔の最上階まで果たして俺はたどり着くことができるのか。でも行くしかねえ。って、おい。どうぞ105階までの景観をお楽しみください。怖っ。105階です。過酷な試練を乗り越えた者だけがこの地に立つ。人それを克服と呼ぶ。ってここまでエレベーターだったぞ。もったいつけてんじゃねえ。貴様がすでに諸葛戦術風を習得していることは分かっている。諸葛戦術は風と火を操ることができた者だけがその流派を名乗ることができる。果たして貴様は火を制することができるか。こんな高いところでか。おじけづいたか。むしゃぶるいだぜ。つーか、あんたもブルブルじゃねえか。火、それは人類にとって最も身近な現象。火を制した者こそが勝者となる。今まで多くの修験者たちがここへ足を踏み入れた。だが無事帰路についた者はほとんどいない。ここはそれほどまでに過酷な場所なのだ。引き返すなら今だ。どうする。だが引き返せば。うん、もうダメ。コウちゃん。コウちゃんではない、ビタミン C だ。それ言ったぞ。親父、くそ。貴様には選択肢がないのだ。さあ始まりだ。火を手に入れてみるがよい。貴様にそれができるのならばな。やってやるぜ。火を制するには火と向き合うこと。人それを共感と呼ぶ。この向こうが修行の場か。よっしゃ。
来い。夏。おい兄ちゃん、サウナに服着たまま入るってのはとんだルール違反だ。サウナ？こんなところに。ほーら脱いだ脱いだ。ほれほれ。やんお兄さん、それでいいのよ。さあここ、ここ座って。いや、何？遠慮しないで。すみません。おー、密着。人肌。くそ、熱気が。それに暑苦しくてたまんねえ。水。あら、あんた、ダメよ。え？お、まだまだだ。君ならできる。いや、俺はただ水を飲みたいだけで。熱を持って熱を制するんだ。いや、あの、水に逃げちゃダメだ。立ち向かえ。え？え？よし、声出していくぞ。うめえうめえ、君ならできる。うめえうめえ、君ならできる。いや、ちょっと、よし、貴様はついに熱を制した。行け、次なる試練が貴様を待っている。燃え盛る火をさらに熱き炎へと導く案内人、人それを選別と呼ぶ。お前、これを見ろ。はあ、これは人形。可燃、不燃、不燃、可燃、可燃、可燃、もう一つ可燃、不燃。これは不燃性と可燃性、そうか、材質で仕分けているのか。だから言ったであろう、火を制する者は火に必要なものを見極める目が必要だと。貴様はその目を持っておるのか。やってやるよ。金、船、金、船、金、船、これでどうだ。よし、次へ進むがよい。なんだろう、なんか空気が薄い。待っていたぞ、俺を倒せるかな。ようやく修行らしくなってきやがったな。それはどうか、己の力だけで何でもこなせるとは傲慢な考え。ここでお前はそれを学ぶ。人それを修道と呼ぶ。引くぜ。なぜだ、体が思うように動かねえ。この階は標高600メートル、アスリートが高地トレーニングをする場所だ。下に比べると酸素濃度は 93%、 貴様の戦闘力はマイナス 7% というわけだ。なんだ、頭が痛い。少し動いただけでこんなに。高度を甘く見る者には鉄槌が下るのだ。人それを高山病と呼ぶ。くそ、酸素を制してみろ。とかカッコつけやがって。てめえが手にしてるのはなんだよ。そう、無駄な動きは命取りになりかねねえ。その通りだ、呼吸を整えろ。ひひふう、ひひふう、ほら、ひひふう、ひひひふう。って、わけわかんねえこと言ってんじゃねえ。何がひひふうだ。お前は酸素を操った、そしてついに火を得たのだ。火を、火、火、ふう。火、火、ふうとは諸葛戦術の一つ、火を制する呪文。やったな、ついに火を手にしたか。さあ、最後のステージへ向かうがいい。そしてその技を試すがいい。
俺は火を制したのか。ならば私と勝負だ。貴様が私を倒したならば娘を解放してやろう。こうちゃん、望むところだ。だが、あれ、諸葛戦術、奥義、風の術、疾風迅雷。火だけでは術は不完全。火は術者の意志、その意志を力にするのが風。諸葛戦術、王子、風雲道場、コナン煌め。無名よ、大きくなったな。さあおいで。つうかこうちゃんは苦しい、もう食べられないよ。そっちかい。息子よ、お前は諸葛戦術免許皆伝だ。その証として諸葛戦術のペンを授けよう。ペンは火の力の、そして紙は風の力の象徴。二つを駆使すればどんな難問にも立ち向かえる。先生、昨日火鍋食べたんだけど、あれだんだん二つのスープの味が混じっちゃうでしょ。それがちょっと気になっちゃうのよね。なんかそうならない方法ないかしら。それは違う。二つのスープの味がだんだん混ざっていくことこそが火鍋の面白さ。人それを醍醐味と呼ぶ。無名さん、ついに時が来たか。俺は白湯スープが好きだ。試験会場はどこだ。はーい、皆さん、全問正解できたらボートのエンジンがかかってそこから脱出できます。時間内に解けなかったら滝壺に真っ逆さまよ。よーしゅう、待たせたな。こないだの借りを返させてもらうぜ。どこかで会ったか。歯医者の顔をいちいち覚えているほど暇ではないのでな。二度と忘れられなくしてやるよ、流派諸葛戦術継承者、この諸葛無名の名をな。時間の無駄だ。消えろ。ごめんだね。もうちょっとだけ付き合えよ。もっといいもの見せてやるぜ。そう来なくっちゃな。メアリー、俺を一人にしないでくれ、メアリー。そこの二人、ボートが破壊された場合は即失格だぜ。
帰ってママのおっぱいでもしゃぶってるんだな。うるせえ邪魔だ。邪魔よ。使わせてもらうぜ親父。見せてやるぜあの地獄のような修行の成果を。流派諸葛戦術閣下撃破。閣下撃発。天と神の摩擦によって炎を作り出す諸葛戦術火の技の一つである。やっぱり糸か。お前の見えない攻撃の正体はその超極細の糸だ。糸を操るのがお前の技の正体だったんだな。見抜いたところで無意味なこと。風であろうと炎であろうと何人たりとも俺の格子に傷をつけることはできん。やってみなきゃ分かんねえだろ。流派諸葛戦術豪華炎天。豪華連天。複数の炎を一度に操るこの技は諸葛戦術の極意を極めし者のみ使用することが許される。無意味だ。いった危険感に手を出すとは、さては貴様ら死因型だな。おい正気だ。とびっきり甘いキャンディーをご馳走してやるぜ。くらいだ。ダメよ先生。なんだ貴様、試験中に。ダメよ、せっかくの勝負に水を差しちゃう。そうだな、三人とも元気があってよろしい。諸葛戦術、そして宗家の格子か。さあ見せてちょうだい、あなたたちのどちらが真の特級学士にふさわしいのか。この程度では暇つぶしにもならんな。我が糸は変幻自在、ある時は鋼鉄のように固く、ある時は絹のようにしなやかに形を変える。よく知ってるよ、何度も痛い目見たからな。炎を風で操っただと。次は外さねえ。勝負を捨てて逃げるか、脱着な。風、逆巻きで炎立ち。炎、盛りて風を呼ぶ。風化一対、これ諸葛戦術の極意なり。流派諸葛戦術
衆、お前勘違いするな。勝負を投げたまま勝手に死なれては気分が悪い。ああ、次はきっちり蹴りをつけてやるぜ、シュン・リン。受けて立とう、諸葛無名。さっきから何やってんの、コウちゃん。おい、どこを見ている無名。俺だけを見ていろ。先生、中学まではすっごく地味な生徒だったのよ。でも高校上がるときにこれじゃいけないって頑張ってみたの。一度しかない青春だもの。恋したっていいじゃない。みんな、さなぎから蝶になるのよ。それじゃあ早速みんなの勝負服を採点しちゃうわね。エントリーナンバー1番、諸葛無名くん。主人公らしい前向きな姿勢が感じられるわね。ただ自分が思ってるほどかっこよくはないのが残念。エントリーナンバー2番、劉白さん。正統派成人ヒロインらしく可愛らしくまとまってるじゃない。ちょっとキャラは薄いけど、そこはまあこれからってところね。白ちゃん、エントリーナンバー3番、虫使いくん。エントリーナンバー4番、王光一さん。これがあなたの勝負服。素材は悪くないんだから、もっと背筋を伸ばして。スマイルスマイル。こうちゃん、これも試験の一つなんだ、笑え。コウちゃん！あれ、開けっぱなしだった。いいわ、入って入って。いいんですか？今さら遠慮なんてしないな。どうぞどうぞ。お邪魔します。その辺適当に座ってて。あ、変なとこ家探しとかやめてよ。つまり何か見られたくないものがあると。ダメですよ、アンリさん。おお、アダルティー。そのような下に機能性にかける。もうこうちゃんてば、そんなだからおしゃれ試験落ちるのよ。あんなもの試験とは認めない。そもそも服装など個人の主観でしか判断できない以上意味がない。お湯沸いたわよ。コーヒーと紅茶、ウーロン茶、亀ゼリーもあるけど。亀ゼリー。私はコーヒーで。あ、手伝います。じゃあお砂糖とミルク出してもらえる？チークラ。それでは第1回こうちゃんを囲む女子会を開催します。なんだそれは。私は王先生の個別補習だと聞いて。ほら、これですよ先生。こうちゃんってちょっと硬すぎると思いませんか？そうね、でもそれも若さかしら。私はこうさんらしくて、その素敵だと思いますよ。まあまあ、せっかく集まったんだし、何かお題があった方が盛り上がるかなって思っただけよ。私たちいつも勉強と試験ばっかりでしょ。
たまには女の子らしいこともしないとね。女の子？そう、私だってまだまだ女の子なのよ。それをあのハゲの親父どもと来たら、何がアラサーならアラサーらしくしろだの、死者誤入したらわしと同い年だの、意味不明なことばっかり。バーカバーカ。先生もう酔ってます？そんなわけはありません。バーグッ、おいしい。ハクさんはマイペースね。はい、よく言われます。褒めてないよね、それ。バー、おいしい。シークラ、こうちゃんってどこの服が好きなの？そんな不思議そうな顔されても。ほら、お店とか通販サイトとか。私はビーグとかミステリーとか。母が買ってくるから知らない。ファッション誌とかテレビなんかを見たりは。そんなもの家にない。おいしい。ハクちゃんはどこで服買うの？服？服は私も大体お母さんが。服など体温調節ができればそれでいい。高校生にもなっていいからなんでも。それはね、先生、可愛い服とか自分で選びますよね。可愛い？そう、可愛い女になれって言うのよ。でもそれって失礼じゃない？だってもう私はもともと可愛いんだから。努力しなくちゃダメだって。そりゃあんたはもともとカエルそっくりなんだから努力も必要だろうけど、そもそも頑張ったからってどうにもならないわよ。で、なんでそんなあんたに彼氏できてんだよ、ファックス。おいしい。おいしいじゃないわよ。それで可愛いアピールしてるつもり？いいわよね、若い子は。すっぴんでもそのままの君がいいとか言われちゃうんでしょ。ああもう、そりゃ私だって10年前はそう言われていたわよ。え、サバ読むな。うっさいわね。ちょっと先生。私だって辛いのよ。実家に帰れば妹が子供自慢するし、お父さんもお母さんもあえてそこには触れてこないし。お前が健康で幸せならそれだけでいいよって。もうその変な気遣いやめてよ。早くお前の子供も見たいとか直接言えばいいじゃない。もう孫の名前候補まで考えて画数調べてもらってるのも知ってるんだから。大人になるって大変なのね。チークラ、父さんはもともと可愛いんだからそのままでいいんですよ。はい、あーん。かわいい。ほらそこ、こうちゃんは甘やかさない。こうちゃんもそんなバクバク甘いもの食べてると太るよ。私は太らない体質だから問題ない。私もですね。なんかちょっと王先生の気持ちわかるわ。それはさておき、今日の本題に入るわ。今日の本題に入るわ。大声出すな、近所迷惑だぞ。あんたたちがマイペースすぎんのよ。はい、よく言われます。もういいや。それより今好きな人いる？そんないきなり。おお、その反応いいね。誰誰？やっぱかっこいいからシュウ君。私はかっこいいからとかそういうのは。なら頑張ってる感じがする。ムメイ君、お揃いのペンに運命感じちゃったとか。え、ペンはたまたまですよ。たまたま。私だってね、この前すっごい年下の子にお酒誘われちゃったんだから。でもしかしたら私に気があるのかなって思って。思ってないわよ。そんなわけないでしょ。飲んだら飲んだで私の後輩が好きなんだけどどうしましょうって。知るか、あんなラノベヒロインみたいな女ですら誘えない。へなって、なんかこっちからお断りだ。ほーげ。もう絶対この人呼ぶのやめよう。あのね、私が今一番気になっているのは。チークラ。
な時間。そろそろおいとましますか。おいしい。結局今日は何だったんだろう。先生はあれだし、こうちゃん改造計画は進まないし。でも楽しかったですね、母さん。たまには甘いものもいい。でもね、やっぱり二人がうまくいってよかったわ。末永くお幸せに。出産祝いは先にもらうんだから。そんな赤ちゃんだなんて。ここ王先生家じゃないんですか。王先生の後輩ってもしかして。1学期の間たくさんお勉強しましたね。先生とっても嬉しいです。嬉しいといえばですね、先生最近ダイエットに成功して2キロ痩せたんですよ。2キロ、すごくないですか。だから今日は自分へのご褒美でマカロンを買っちゃおうかななんて思ってて。あ、マカロンといえばですね、話がない。あらら、では今日のテストを始めましょうか。よーい、ダウン。じゃあ先生は用事があるので失礼しますね。そうそう、今回のテストが1学期の学期末テストですからね。成績が悪いと退学ですからね、気をつけてください。退学？ではでは。どういうことだ、学期末テストなのに試験官がいないなんて。何を企んでやがる。どこかに姿を隠しているのかしら。こちらの油断を誘っているのか、姑息な。悪い、手が滑って。たく紛らわしいな。本当だぜ。でも油断はできないわね。無論警戒を怠るなよ。ごめん、手が滑って。くそが。今回は試験官がいないみたいだな。ああそうだな。さすがにネタ切れかもね。どんな試験官だろうと問題を解くだけだ。コエ、それは夢の源。コエ、それは希望の道しる。私はこの声で多くの子供たちを正しい未来に導くべく身も心も捧げてきました。あいつはまさか。ただのおっさんじゃねえか。行け、メアリー。私は知性あり誇りあり。どうしたんだおい、そんなにメロメロになってんじゃねえ。メアリー、キャッパー、試験官は消毒だ。私の姿勢あり誇り。間違いない、本物だ。学園め、とんでもない化け物を連れてきたな。大陸最高最強のボイスアクター。子供向けアニメからバラエティ番組のナレーションまで、その声を聞かない日はないと言われている。その活動はネットの世界にまで広がり、この大陸の全ての人間を魅了してやまない。大陸最強のエンターテイナー。そうです、私が勝平です。さあ、私の声で幼き日の純粋な夢を思い出しなさい。私は自然あり誇りあり。あの人のアニメ見て、カオクスターを目指したんだよな。俺はロボットのパイロット。僕、ハーレブラノベの主人公。私は魔法少女。私は知性や誇りや。あは、ズキュン。
マケキャブリーマケブリズム厄介な力にあの声が引き金となってみんな子供の頃の夢に囚われてしまっている。もう試験を受けることはできないわ。私は死せない。あなたの声になんて負けない。負けたりなんか送りや。でも悔しい。私声優のスフレマカロン、永遠の17歳と3ヶ月よろしくな。おいおい、アンディ声優に憧れていたのか。夢は写真集を出すことよ。あとバンド組んで歌合戦にも出て印税でがっぽり儲けたいの。それも声優じゃないだろう。私は今まで数多くの作品に出演し子供たちに夢と希望と未来を伝えてきた。私の人生の全てを捧げてきたと言っても過言ではない。だが死曰く50にして天命を知る。そして悟ったのだよ。子供たちの未来をより正しく導く方法、それが教師となることだ。君のような高度な技を持ちながらカンニングという卑劣な行為に手を染める者を構成させる。カンニング？誰だよカンニングなんてしてるやつ。俺がぶっ飛ばしてやるよ。諸葛モネ君、君のような優秀な人材が C 型生徒であるという事実が私は許せない。 C 型？あ、この問題予習してきたところだ。やったー。私は全ての C 型生徒を構成させるために教師となったのだ。私は知性あり誇りあり。私は知性あり誇りあり。無駄だ。この程度で私の声からは逃れられない。そうだ、俺は料理人になろうと思ったんだ。私は知性あり誇りあり。私は知性あり誇りあり。無駄だ。貴様の声は俺の糸の振動でかき消した。私は知性あり誇りあり。私は知性あり誇りあり。無駄だ。私は知性あり誇りあり。私は知性。声と音がぶつかり合って大気を震わせている。あっ、私は知性あり誇りあり。私は知性あり誇りあり。あっ、よくも死を。さあ次は君の番です。私は知性あり誇りあり。私は知性あり誇りあり。知性あり。流派諸葛戦術静室余剰。静室余剰、大気の動きを支配し局地的に完全なる真空状態を作る諸葛戦術の高等技である。声も音も大気の振動によって伝わるものは、ならば真空状態を作ればあんたの声はもう届かない。流派諸葛戦術円弧風流。円弧風流、炎で虎を生み出すと同時に風で竜を生み出す。炎と風を同時に極めた者だけが使える諸葛戦術の奥義である。よし、あとはコウちゃんがテストを終えれば。まだです。あなたは C 型生徒ならば、ついとなる L 型がいるのが道理。かくなる上はあなたの L 型を仕留めてみせます。私は知性あり知性あり。私は知性あり知性あり。テストをやめたまえ。やめたまえ。コウちゃん、なんだと。先ほどからうるさいが、お前は誰だ？あの、え？私のこと知りません？あの、テレビとかネットとかで結構声聞いたことあると思うんですけど。テレビ？ネット？そんな贅沢品、生まれてこの方見たことないわ。
そんな、バカな。お疲れ様でした。どうか。あんなおっさんの声に惑わされるとは救いようのない打拳だな。ごめんごめん。でもこうちゃんがテレビを見てないおかげで助かったよ。見ようにもテレビがなかったからな。え？私の父親が友人の連帯保証人になってな、多額の借金を背負わされていたのだ。当然テレビなんてない。こうちゃん、夏休みになったらテレビ買いに行こうね。余計なやつ買いに行こうね。私に同情するな。あらあら、勝平さん、負けちゃいましたか。ま、王先生、テストならもう。いいえ、テストは今からが本番よ。見事だったわ、無名君。そして私の可愛い生徒たち、よくここまで成長しました。先生、その格好は。いい、おめでとう。期末試験は合格よ。でも本当の試験はこれから。いや、違う。月が近づいてきてる。そうよ。今あの月は軌道を外れて落下しつつある。このままだと数時間後にはこの学園どころか地球そのものが壊滅します。はあ？諸葛無名、あなたがこの学園の代表よ。月の落下を止めたくば、これから行う最終試験に見事合格してみせなさい。ちょっと待ってくれ、王先生。地球が壊滅ってどういうことだよ。あなた一体何者なの。そうね、大宇宙よりの使者とでも言っておくわ。私たちはあなたたちよりはるかに優れた技術と文化を持っている。私はあなたたちが我々と肩を並べるほど成長したかどうか、それを確かめるためにこの学園に教師として赴任した。そう、これは試験なのよ。合格すれば私たちの同胞として迎えられる。だが失格ならあなたたちにその価値はない。ごめん先生、気づかなくて。疲れてたんだね。そうね、あなたたちにはもっと分かりやすいモチベーションが必要かしら。ハクちゃん、月の落下を止め、この娘を助けたければ私の試験に合格してみなさい。なんだかよくわかんねえけどやってやるぜ。ハクちゃん、待っててくれよ。諸葛戦術に不可能はねえ。では改めて試験開始。出し惜しみはなしだ。行くぜ、諸葛戦術を。何？無駄よ。その機械は私が開発したアンチ諸葛戦術マシン、通称 ASM。 そのフィールドの中ではあなたの技は全て無効化される。叫んな、こんな妙な機械で俺の諸葛戦術が。忘れたのかしら、私はあなたの担任よ。あなたたちのことはいつも見ていた。あなたの諸葛戦術も全て解析済み。早く回答しないとどんどん月が迫ってくるわよ。くそ。やはり私がいなければ無理か。ここは私に任せて。先生、あの機械を止めてちょうだい。無駄よ。操中術、そして格子、あなたたちの技も全て把握しているわ。
おとなしくそこで見学していなさい。バカだ、とんでもなく強え。くそ、このままじゃハクちゃんが全然わからん。あいつ諸葛戦術がなかったら点でアホだからな。おい見ろよ、あれは先生たち。地球のピンチに立ち上がってくれたのか。邪魔よ。無力なんだ俺は。俺一人じゃテストを解くことも白ちゃんを助けることもできやしない。また折れるのか。諸葛戦術に解けぬ問いはない、そう言ったな。あの言葉は偽りか。でも俺は。それにお前は一人ではあるまい。みんな、貴様との決着はまだついていない。そうとも、おめえを倒すのは俺様だからな。王先生、あの機械を止めなさい。聞き分けのない子は先生嫌いよ。何度やっても無駄なこと。あなたたちの技は通用しない。それはどうだろうな。あ、何？油断しましたね。一瞬でもあなたの隙を作れればよかったんです。その間に私があの機械の急所を見極め、俺のメアリーがそこを破壊する。無駄だ。細切れになりたくなければ下手に動かないことだ。あなたたち一人一人の能力は通用しなくても、連携することで突破口を開ける。私たちの力甘く見ないことね。みんな、ほうけてんじゃねえぞ、無名！試験はまだ終わってねえぞ！ああ！風！逆巻きで炎を断つ！炎！盛りで風を呼ぶ！空海一対！これ、諸葛戦術の極意なり！どれほど闇が深くともこの世に明けぬ夜はない。決して折れぬ心あらば暗雲の空に一条の光明が差す。人それは漁港という。行け！見せてやるぜ諸葛戦術最大の奥義。勇破諸葛戦術最大奥義。一輪昇天。一輪昇天、超高温の火炎をまとってその身を太陽そのものと化す。諸葛戦術最大最強の奥義である。バカな、諸葛戦術に解ける問いなし。無名さん、おかえり、ハクちゃん。
日張り切っていきまくろ。たく昨日はひどい目にあったな。私は結構楽しかったですよ。今日の終業式が終わったら待ちに待った夏休みね。みんなどこ行く？こいちゃん、ぜひ俺と一緒に海へ。一人で沈んでる船娘。そうだ、こんなものが届いていた。ん？シュウ？なんだよシュウのやつ、こんなところに呼び出したりしてさ。ん？はっ。